はい。皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリア度例のテクニカル分析を3分で解説します。本日、終初ということで、週間見通しとなります。まずは結論から。はい。週足、ボリンジャーバンド一目金公表、上昇トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、週足ベースは底堅く推移と考えております。続きまして、日足です。ボリンジャーバンド一目金公表、トレンドレス、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯ということで、日足ベースは上目線と考えております。それでは、テクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します。 はい、まずは週足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性示す赤い点線21周、移動平均線上昇しております。週足ボリンジャーバンド上昇トレンド進行中です。週足ストキャスティックス、売りシグナルが点灯しておりますが、形状的にあのもンソースろ買いシグナルになりつつありますので、売りシグナルの精度としてはあまり高くないと考えております。はい、こちら週足の一目均衡表です。上昇トレンドの形状をしております。 はいこちら日足のボリンジャーバンドトレンドの方向性を示す赤い点線21日移動平均線直近では真横を向いておりますローソク足は21日移動平均線の真上に位置しております日足のボリンジャーバンドトレンドレスということです日足のストキャスティックスは買いシグナルが点灯しておりますはい最後日足の一目金行表ですローソク足と雲の位置関係からトレンドレスということですはいそれでは今週のサポートレジスタンスをご紹介したいと思いますまずはサポートラインですサポートラインは 93円の50レベル、93円の50レベルと考えております。このぐらいですね。このぐらいです。はい、続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは97円ちょうどレベル、97円ちょうどレベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です YouTube 概要欄から口座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと通常の口座解説得点2000円と新規取引1回1万通貨16と以上でチームハロンズ視聴者キャンペーン得点5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引量に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンク先のページにてご確認ください はいそういうことでオーストラリアドル円今週の予想レンジです93円の5万レベルから97円ちょうどレベル93円の5万レベルから97円ちょうどレベルということですポイントですインフレ指標発表を足す8月 rba を占うということではい今週オーストラリア経済市を並んでおります26日水曜日10時30分6月の えー、消費者物価指数 CPI、同時刻10時30分、4、6月期の CPI、28日金曜日なんですけれども、4、6月期の PPI、同時刻、えー、6月の小売売上高ということで、インフレ指標を多数ということです、す8月の RBA を占うということなんですけれども、はい、7月18日に発表されました RBA 議事要紙におきまして、インフレ抑制に向けて追加引き締めが必要になる可能性もあり、8月の の利上げ8月の理事会で協議予定ということなんで、はい、今週発表のインフレ指標大変重要ということですさらには今週は中銀ウィークということで26日、27時ですね FOMC。F で、28日金曜日が日銀の金融政策決定会合ということで、はい、米金利、株価、動きます。あとは日銀、えー、の金融政策、えー、金融政策決定会合なんですけども、はい、大変で、荒い値動きになると考えております。オーストラリア、ドルへも大荒れになる可能性も十分考えられます。お取引をされる際には十分ご注意くださいということです。はい、チャート形状を見ます。週足ボ、ニンジャーバンド、一目金公表、上昇トレンド進行中、ストーキャスティックス、売りシグナルが点灯も、 えー、形状的にあまり強い形状をしておりません冷やしですボリンジャーバンド一目金公表トレンドレスストキャスティック世界シグナルが点灯ということでオーストラリアドレン今週の見通しチャート形状的には底堅くすいと考えておりますオーストラリアドレン今週の見通しチャート形状的には底堅くすいと考えております最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします本日は以上となります